よもう。チャンネル登録してね。みんな、コマネタイム。サンさんとコロリンでーす。今日はこれ、すみっこぐだし、お弁当折り紙、しろくまのオムライス、キキフライに、トカミナ。他にもいっぱいすみっこたちが出てくるよ。レッツプレイ。今日は、みんなでピクニック。コミックの愛のお弁当箱に、おにぎり、卵、トマト、ウインナー、で、ぐちゃぐちゃだな。これじゃあ見せられないよ。二人とも、お弁当できたかしら。それが、あらまあ、もうダメだ。そしたら、これで練習してみましょう。すみっこだ。折り紙でお弁当作りができるの。どれも美味しそう。そしたらすぐ練習だ。応援してくれる子はグッドボタン。丸い上野、丸い上野に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。どれから踊おうかな。とんかつの炊き込みご飯に白クマのオムライス、猫のご飯にペンギンの豆ご飯、迷っちゃう。よし、僕は白クマのオムライス、僕はペンギンの豆ご飯。おいしくなーれ、おいしくなーれ、おいしくなーれ、おいしくなーれ。ぐちゃぐちゃだ。このタコウインナーとか作れないかな。僕はおにぎりにしよう。え、あれ、お弁当を詰めるときも折り紙をするときも焦らず作るのが大事よ。焦らず作る。この折り紙、よく見たらいっぱい線が書いてある。本当だ。よく気づいたわね。折り紙には説明書もついてて、どの線をどこで折るかはここでわかるわ。なるほど。白クマのオムライスだったら、最初はこう折って、次はこう。おいしくなーれ、おいしくなーれ。どんどん折れてきてるぞ。
上出来。アニマリマン、おいしくなーれ、おいしくなーれ。そしたらお楽しみの盛り付けよ。この折り紙はお弁当箱も折れるのよ。最高のお弁当作るぞ。お弁当箱準備 OK。 作っちゃうよ。よし、まずはオムライスをドーン。僕も豆ご飯入ります。おかずはどれにでも折り紙だから盛り付けも何回もやり直せるわ。もう一回やってみようっと。トマトはどこに入れようかな。あ、なんだこの白クマさん、僕に似てる。そうだ、ピコッとひらめいた。トマトと卵焼きをこうすれば。僕はエビフライちゃんとおにぎりちゃんたちも入れて、あとはこれとこれに。二人とも調子はどうかしら。できたよ。僕の見て、パッカーン。あら、豆ご飯の周りにおにぎりにエビフライ、隅っこにタコウインナーがいっぱいいるわ。なんだかみんなお話ししてるみたいね。名付けてお友達いっぱい弁当。みんなをたっくさん詰め込んだんだ。見るだけでとっても楽しくなるわね。はい、次は僕。僕も頑張ってよ。パッカーン。あら、白クマじゃなくてサンさん。えへん、僕は白クマのオムライスの周りにトマトと卵焼きを並べて白クマサンさんオムライスを作ったんだ。一瞬騙されそうになったわ。びっくりしたでしょ。二人ともお弁当上手にできたわね。このお弁当本当に作ってみたい。僕も。じゃあチャレンジしてみましょう。おいしくなーれ、おいしくなーれ。これが僕たちのお弁当だ。お友達いっぱい弁当。白クマさんさんオムライス弁当。とってもとっても上手にできてるわ。折り紙の特訓のおかげですな。そうだね。よし、おいしいお弁当もできたし、ピクニックに行くよ。それじゃあレッツゴー、クイズタイム。僕が作ったのはどんなお弁当だったかな。1、とんかつくもりん弁当。2、猫プリル弁当。3、白クマさんさんオムライス弁当。僕はバナナ弁当も食べてみたいな。そうだ、ちょっと待った。今日遊んだおもちゃはすみっこぐらしお弁当折り紙。みんなも自分だけのすみっこたちの可愛いお弁当を作ってみましょう。サンさんがいっぱい。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。折り紙で遊ぼう。バナナ作ろう。僕も入れて。ビリー、僕かっこいいのが作りたい。犬に言われても。なんだって。これなんてどう？わー、かっこいい。これは折り紙で作った兜なんだ。僕も作りたい。僕も。じゃあ折り方を教えてあげるね。まず折り紙を三角に折ろう。くるっと三角を逆にして、右と左の角を真ん中に向けて折るよ。ひらひらしてる。ひらひらしてる三角を上の角に合わせて折るよ。こっちも折った三角は今度は斜めに折ろう。兜の角ができたね。次はこの線の少し下まで下の三角を折ろう。もう一回折って余った三角を裏に折れば兜の出来上がり。あ、そうだ、飾りもつけてみよう。それいいね。テープでペタッと。かっこいい。みんなも作ってみたいと思ったらグッド
よし、僕はかっこいい色の兜を作るんだ。テープでくっつけて兜を折れば。僕は兜2つ作ったよ。兜を重ねて星の飾りをちゃんと。あとはあれかな。僕はみんながびっくりするものを作りたいな。いつも1枚で作るけど。あ、天才くもりひらめいた。折り紙をつなげてかっこいいのを作ろうっと。こうしてこうして。これが僕の兜。かっこいい。色の違う折り紙をくっつけて折ってみたんだ。裏も色があっていいね。いいでしょう。じゃあ今度は僕。これが僕の兜だよ。あー、角みたいなのいっぱいある。すごく強そう。二つの兜を重ねて作ったんだ。後ろの大きい角は半分の折り紙を2回折ってくの字に折り曲げて、先も三角に折って貼るだけだよ。すごいね。あと小さな折り紙で僕の仲間たちも作ったんだ。かわいい。これでサーサーたちを襲っちゃうかも。怖い。うんうんうん、僕のもすごいもん。くもり、はい、これ僕の。おっきい。どうやって作ったの？半分違う色の折り紙を2枚ずつ繋げて折ったんだ。色が分かれててかっこいい。か、兜についてるのバナナ？もちろん。ねえ、僕も仲間を作ったんだ。これバナナだよね。うん、僕の仲間なんてもう食べるんかい。ねえねえ、お侍さんごっこでもする？いいね。ねえくもりん。う、うん。大丈夫？僕には大きすぎたみたい。みんなは誰の兜がかっこいいと思った？ LINE で教えてね。今日は折り紙のお弁当対決をしましょう。楽しそう。ワクワク。僕が絶対勝つもんね。サンサン、くもりんチームと BB に分かれて、ここにあるもので上手にお弁当を作れた方が勝ちよ。負けないぞ。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。まずはお弁当箱を作ろう。はい。段ボールをカッターで切って、短く切った段ボールを貼り付けたらお弁当箱の完成だよ。早速おにぎりから作っちゃおう。じゃあ折り紙をおにぎり型に切って。で、あれ？なんか物足りないね。本当だ。どうしよう。残念だけどバイバイだね。そうだ、ひらめいた。どうしたの？くもりん、さっきの捨てちゃったおにぎりちょうだい。これでどうするの？見ててよ。折り紙を丸めて三角にすると本物みたいなおにぎりになるよ。おー、すごいすごい。さらにここに黒い紙を巻いたら。この方法でどんどんおかずも作っていこう。くもりん、いきます。赤い紙を丸めて、緑の紙をチョキチョキ、くっつけるとミニトマトの完成です。くもりん、すごい。僕も負けないよ。さっきのように折り紙を丸めるよ。形は少し長くして、赤い折り紙をちぎってくっつけて、次にオレンジ色の折り紙を巻いたら、じゃじゃーん、エビフライだよ。あとは野菜も必要だよね。緑の折り紙を丸めたらレタスくんです。次に薄い緑の折り紙と濃い緑の折り紙をくっつけたらブロッコリーちゃんです。あー、お腹すいてきた。くもりん、食べちゃダメだからね。はい。お弁当と言ったら卵焼きだよね。段ボールを細く切って、黄色の折り紙を貼って、巻き巻き巻き。はい、卵焼き。あ、唐揚げは任せて。茶
茶色の折り紙をちぎって丸めれば美味しそうな唐揚げだよ。あー、よだれが止まんないっす。くもりんが食べる前に詰めちゃおう。おにぎりと唐揚げ、卵焼き、レタスとブロッコリー、ミニトマトを詰めて、ラストはエビフライ、完成。さんさん、そのエビフライと僕のおにぎり交換しない？スペシャルでビューティフルなおにぎりだから、サンさんにぴったりだと思って。本当に？うん、わかった、いいよ。ありがとう。はい、エビフライね。はい、どうぞ。なにこれ、これは騙されたかも。エビフライが取られちゃった。どうしよう。サンさん見て見て、じゃーん。うわー、クモリン何してるの？クモリン特製タワラおにぎりくんです。そうだ、クモリンナイスだよ。ナイス？このおにぎりを使ってキャラクターを作ろう。クモリン天才です。じゃあ早速折り紙を折っていくよ。縦と横に折って開いたら、端を真ん中に合わせて折って、さらに端を折っていって裏返そう。ここに円を描いて、じゃーん、ダダンダンの顔です。でもなんか違うね。そう、これをさっきの俵おにぎりにくっつけると完成。あ、ダダンダンのおにぎりだ。これをお弁当箱に詰めたら出来上がり。お弁当発表。僕たちはじゃーん、ダダンダン弁当だよ。あ、これはすごいわね。ヒン、みんなも僕たちのお弁当がいいと思ったらグッドボタンを押してね。じゃあ BB のお弁当も発表してくれる？僕はこれだよ。あら、盛り付けがうまくいかなかったみたいね。エビフライがいいと思ったのに。勝者はサンサンクモリンチームね。やったー、わーい。みんなも折り紙でお弁当を作ってみてね。やっほー、サンサンだよ。クモリンだよ。いいお天気だからお散歩行こうっと。やっぱり外は気持ちいいな。本当だ、こっちに向かってきてるよ。ポーチの中に入ってきちゃうよ。よし、クモリン、最強セキュリティハウスを作ろう。最強セキュリティハウス？お家の中に罠を仕掛けよう。え、罠？ほら、手伝って。これってラップ？ラップでどうするの？ドアにこうやってラップを貼って。え、これだけ？大丈夫なの？この隙に逃げるよ。レッツゴー。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。そうだ、この廊下にもトラップを仕掛けよう。どんなトラップがいいかな。じゃーん、これを置くよ。なにこれ。こうやって歩いてくるとパクッ。わー、びっくりした。僕たちと一緒に作ってみよう。用意するものは折り紙とハサミだけ。みんなも用意してみてね。まず折り紙を三角に折って、開いたらくるっと回してこっちからも三角に折るよ。また開いたら次は裏返して半分に折るよ。開いてくるっと回してまた半分。また開いたら折り筋に沿って畳んで小さな四角にしてね。この真ん中の線に合わせて両端を折っていくよ。裏返して反対側も同じように折ってね。アイスみたいな形になったね。しっかり線をつけたら全部開くよ。そしたらハサミを用意してこの真ん中の線を三角形のてっぺんまで切っていくよ。全部で4つ切るんだね。くるっと裏返して切った部分の線に合わせて折り直すよ。
って挟むように持ったら小さな三角形に合わせて折り筋をつけていくよ。最後に先の部分を外に開いたら完成。真ん中を押すとほら噛みついてくるよ。すごい、僕も作れちゃった。みんなも作ってみたものをインスタグラムやツイッターに載せてね。よし、これを廊下にたくさん仕掛けよう。これでもう大丈夫だね。恵方巻きを作ろう。わーい、やった。
ちを応援してくれる子はグッドボタン。今治タオルをたたんじゃおう。今バリバリバリたたんじゃおう。上手にたたんで持ち歩こう。じゃあ早速作ってみよう。うん、机で作る子はラップを引いてね。僕は海苔の上にご飯を平べったく置いて、人参と卵を交互に置いて、くるくる。うまく巻けない子は僕みたいにアルミホイルやラップを使ってみてね。さあこれを切るとたくさん、僕の顔になってない。おかしいな。マコ、ご飯をたっぷり乗せて、卵とソーセージと人参ときゅうりと全部乗せ乗せで、くるくるって具材が多くて負けないよ。うまく作れないの。大きい恵方巻き食べたいのに。あら、二人とも何してるの？つくもー！僕の顔の恵方巻きを作りたかったんだけど。僕は大きい恵方巻き作りたかったの。なるほどね。それならサンさんはまず顔の輪郭を具材で大きめに作るといいわよ。なるほど。クモリンは欲張りすぎね。キャボン、具材をもう少し減らさないとうまく丸くならないわよ。よし、もう一回作ってみよう。うん、まず僕から。ご飯を敷いて、人参と卵を順番に置く。海苔を巻いた卵を真ん中に置いて、くるくる。切ってみると、パッコーン。うわー、サンサンの形になってる。海苔の顔をつけて、で鼻を描いたら、じゃじゃーん！サンサン恵方巻きの完成！すごい、サンサンそっくり。僕も作るぞ。まずご飯を半分こ。こっちのご飯はふりかけと混ぜて、こっちのご飯で小さい海苔巻きを作るよ。ふりかけご飯を敷いて、海苔巻きと卵を乗せたら、くるくる。真ん中で切ったら、パッカーン。すごーい、クモリンだ。顔をつけたらもっと僕になるよ。ねえねえクモリン、この恵方巻きつくもに見せてあげようよ。いいね、大賛成。そしたらこのお弁当箱に入れて、つくものところに行こう。つくも、見て見て。上手に作れたわね。つくもも一緒に食べよう。お腹ペコペコだよ。じゃあみんなで食べましょうか。みんなも僕たちのお顔の恵方巻き作ってみてね。お絵かき。
描いてくれてありがとう。